はい、こんばんは。今日1月1日元旦に、なって、今が、朝の4時なんですけど、明けましておめでとうございますということで、全然関係ないんですけど、今日、スーパーでこれ金柑を見つけて、なんか最近作ってないなと思って、で金柑が、ビタミン C もいっぱいあるし、この前風邪もひいたんで、まあ、風邪にもよく効くというか、風邪予防になる、まあ、なっても多分ビタミン C があるんで、それで回復が早くなるっていうので、ちょっと金柑を使ってカクテル作っていこうかなと思って、いろいろちょっと調べて、見たんですけど、で最初ジンと、もう金柑と、あとまあレモンのシロップちょこちょこっと使うぐらいで、基本的に金柑メインで、作ろうかなと思ったんですけど、思いのほかちょっとこの金柑味があまりなくて、ちょっと使いにくいかなと、まあ物によって個体差があるんじゃないかなとは思うんですけど、それもあったんで今回ちょっとホワイトレディっぽい感じで使うのへと、ジンとさっきお気に入りのこうシップスミスのドライジンと、それからコアントロ、まあちょっと味見ながらレモンジュース使っていこうかなと。でメインは金柑なんですけど、でメインの金柑は、最初に、洗って。下を取って、それから四つ切りぐらいにして、中の、種を、まあ、簡単に取り除いて使うみたいです。で今回はボストンシェーカーでやっていきたいと思います。で、まあ、四つ切りに洗ってヘタを取って四つ切りにしたのはこんな感じ。これをだいたい2個、だいたいというか2個使います。でジンがちょっとざっくりなところになるんですけど、45入れていこうかなと思います。その前に忘れました、こっちも一緒に冷やしながら、金柑をこれ潰していきます。金柑自体皮も食べれるんで、ブレンダーで全部いこうかなと思ったんですけど、どうもやっぱり苦くなるんで、こっちの方が味が落ち着くのかなと。ある程度潰したら、次は割と切らそう、これを15ぐらいと、初めてというか思いつきで作ってるんで、味を見ながら調整していけたらと思うんですけど、
おそらくちょっと酸味が弱すぎるんで、もう15ぐらい入れます。元のホワイトレディの原型なくなってますけど、原型というかホワイトレディの2、まずホワイトレディに何だっけこれ、あ、金柑か、金柑を足してるだけになってるんですか。あ、のなったんだ。優しいかな、大きいんで使えるんですけど、よいしょ、ちょっとバーとか入るね、これで作ります。という感じで出来上がりです。単純に名前も何もないんで、何だろう、金柑のカクテルという感じです。以上です。はい、いつもみたいにちょっとサムネイルの撮影を終わらせたんで、ちょっと今回。初めて飲むというか、初めて作って初めて飲む、しかもレシピも何もなかったんで適当に作ってるんで、ちょっと不安はあるんですけど飲んでます。うん、美味しいのは美味しいんですけど、もう金柑じゃなくなってますね。ジンの香りなのか、なんだろう、ジンとレモンと金柑、これでなんか味がすごいグレープフルーツです。グレープフルーツジュースみたいな、ジュースにウォッカ混ぜたみたいな、うん、そんな味になってます。まあでも
明らかにヘルシーな感じがすごい伝わってくるんで、もし風邪とか引かれた時に、風邪とか引かれたり予防、まあこういうそういう時期なんで今、よろしかったら試してみてください。以上です。